はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、民法103条の権限の定めのない代理人の権限について解説いたします。まず、権限の定めのない代理人ってどんな代理人かというと、ちょっと逆を先に考えたいんですけども、権限の定めのある代理人ってどんな代理人かっていうと、例えば土地を持っていて、その土地を1000万円で、まあ、誰かしらに売ってください。これは権限の範囲が定まっているわけですね。土地を1000万円で売却する、これが代理権の範囲なんですよね。だから抵当権を設定するとか賃貸するっていうのは、これは権限の範囲外の話なんですよね。じゃあ一方で、権限の定めがない代理人ってどんなものかっていうと、例えば建物と現金、この本人が持っていて、この管理をよろしく頼みますと言った場合なんですよ。これってすごく抽象的なんですよね。頼まれた側、何を頼まれた、一応管理って書いてあるんですけども、管理って何っていう話になるんですよ。こういった内容が権限の定めのない代理人なんです。で、この場合、じゃあ代理人ってどんな権限を有するのかという話なんですね。これが民法103条に規定されています。権限の定めのない代理人っていうのは、下記の行為のみの権限を有するって書いてあるんですね。どういった行為かっていうと、保存行為だったりとか、代理の目的であるものだったり、権利、これの性質を変えない範囲で行う利用行為だったり、改良行為、これについてのみ代理人は行うことができるんだって書いてあるんですよ。なので、その内容を一つ一つ確認をしていきます。まず、保存行為って何かというと、例えば任された建物の修繕ですね。任された建物の屋根が台風によって、まあ、屋根の瓦落ちちゃった、そういった時の修繕、まあ、これが保存行為に当たります。あと、未登記の不動産、これを任された場合、それを登記するってことですね。保存登記をする、まあ、これも保存行為に当たります。で、二つ目が、財産の性質を変えない範囲の利用行為。例えば、現金を預金に変えるだったりとか、委託された不動産を賃貸するとか、これについては権限の定めのない代理人も行うことができるんですね。ただ、現金を株式に変えるってなってくると、これは財産の性質変わってしまいます。お金から株式っていうものに変わっちゃいますよね。なので、これはできませんよ、権限外の内容ですよ、となっております。現金から預金に変えるっていうのは、まあ、いずれもどちらにしてもお金ですよね。性質としてはお金なんですよ。こっちはお金から株式という別のものに変わっちゃうから、これは含まれませんよっていうことですね。性質を変えてしまいますよねっていう話です。で、3つ目、財産の性質を変えない範囲の改良行為。これは建物に造作をする、建物にエアコンを設置するだったりとか、例えば建物の畳の部屋をフローリングの部屋に変えるとか、まあそういった感じですね。あと、土地に下水道を設置する、まあ下水道が通っていない土地があって、その土地に下水道を通すってことですね。これも土地の性質は変えてないわけですよね。宅地であれば宅地、変わってないわけですよね。で、一方で、農地を宅地に変えるっていうのは、これは財産の性質を変えてるっていうふうになるんですね。なので、これはここには含まれませんので、これは権限の定めのない代理人は行うことはできませんよと、まあ言った内容です。なので、権限の定めのない代理人っていうのは、保存行為と財産の性質を変えない範囲の利用行為、また財産の性質を変えない範囲の改良行為、この3つしか行うことができないんだっていうところを、ぜひ頭に入れていただければと思います。で、ちなみに、これ以外の行為を行った場合は無権代理というふうになりますんで、まあ、これはまた無権代理のところで勉強するので、まあ、そちらで学習をしていただければと思います。そして、弊社レトスは個別指導を行っております。まあ、このように具体例を入れながら、理解をしながら学習して、で、実力を上げていくってことをやっております。なかなか宅建の勉強している方、多くの方が理解をせずに丸暗記している方が多いんですね。それだと一個に実力は上がってきません。上がるのは過去問の点数と予想模試の点数だけなんですね。本試験の点数は一向に上がってきません。合格点マイナス1点とかマイナス2点ぐらいまでしかいかないんですね、丸暗記学習だと。過去問では点数取れている、予想模試は点数取れているから実力がついているって錯覚しちゃうんですけども、実際丸暗記学習だと実力がついていない場合がほとんどなんで、もしそうだなっていう方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。
個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。